さらに扱いやすい温度まで冷ましていきます。
that. Thank you.
動かして大丈夫ですので、はい。お、ついたよ。
Thank you.
販売はまだなんですけれども、お味見切ったタイミングで先行販売で袋詰めができます。はい、塩ライチですね、食べてみて気に入った方、この機会にですね、ぜひ、卵にはたいてみます。こっちではですね、ハサミ使ってこれ空気抜きやってます。しっかりこうやって空気抜いておかないと、伸ばした時に割れてしまうような脆い仕上がりになってしまうので、これであの丈夫で美味しいキャンディーですね。どうぞ仕上げていきます。
が隣で売ってる白いキャッチ、これが色と色の仕切りの部分です。これ入るとね、色の違いがくっきり出て綺麗な仕上がりになります。Thank you.
2階3階とかは何ですか？ あ、そっちとこっちで。
入るのってなんでなんですか。意味ないですけど。あまり多いと転がしにくいので。はい。最後はもう結構硬くなり始めてるんで、あ、もう硬い
なるほど。ここはかなりシャワーがあります。うん、楽しくね、私たちの見てることが楽しくなる。今回来たのを3年で見てたんですけど、あ、そうなんですね。え、やりたくて入ったんですよ。あ、そうです、そうです。わー、ありがとうございます。実際やったらどうですか。実際やってみたらどうですか。最初も1日終わったらくたくたでした。あ、1日何回ぐらいしますか。で5分くらいで行くんですけど、5分、もっと忙しい時だと6分とか7分とか今年は作っちゃいましたね。うわ、もう10分から19分から。これは溶かしてまたこういう練習用だったり、また出しておやつにしたりとか。お願いします。ありがとうございます。
ご覧くださいませ。
センタルはない。